はい、ご飯作ります。今日は油そばを作ります。たまには油そば更新しないなといけないと思って作ってみました。麺は春よこいと麺ゆうきのブレンドにより小麦の甘さが光る中華麺となっております。乾水を少なめにしてズバズバいけるタイプの油そばです。チャーシューは家系チックなイメージです。美味しく仕上がるのでしょうか。それではご視聴よろしくお願いします。
はい、油そばの完成です。非常に美味しく仕上がりました。今回のレシピのイメージは麺とタレの方は、はい、油そばの完成です。非常に美味しく仕上がりました。今回は美味しいですね。はい、油そばとても美味しいです。今回のレシピのイメージは麺とタレの方は釜玉うどんのテイストをイメージして、そこにラーメンのトッピングをしてみたっていう感じの油そばです。まあ、私が考える油そばってのはこういうイメージ多いわけなんですけど、うどんって汁なしのうどん当たり前にというか、むしろ汁なしのうどんに麺つゆでいただくっていう食べ方がメジャーだったりします。なんでかなって考えたんですけど、うどんって汁なしもかけうどんも味自体は麺つゆでいただけるからできるのかなっていうのと、麺自体が、とてもシンプルなのでお米のように何でも合うから、こうなんて言うんだろう、ラーメンでいう油そばが普通に注文できると思うんですよね。なので今回はちょっとうどんに寄ってます。まあ、どこ寄ってるんですかっていうところですが、まあ部分的にというか、まずは麺の方が麺の形、麺の形状を平打ちにしてやや手もみを加えるっていう点と、乾水を少なくするっていう点がちょっとうどん寄りにするポイントですね。ラーメンの要素である強力粉っていうところはそのままにして、食感はラーメンにしてるっていうイメージですかね。タレが一番のポイントで、最後できてるか、砂糖入れてるのか、タレが一番のポイントで砂糖を入れてまして、あとごま油と唐辛子ですね。まあこれが今回の一番大事なポイントで、うどんの麺つゆほどではないんですけど、うどんよりのラーメンのタレの味わいで、ごま油がどこかこううどん感を強めてくれます。タレは割とうまみ調味料多いので、そのあたりはお好みですが、しっかりうまみを補給することでラーメンの力強さを演出できているのではないでしょうか。まあ、あとはトッピングですかね。まあ、これは言わずもがなラーメンらしさトッピングって感じですかね。まあ、そんなところですかね、今回。はい。正直、まだ納得してないです。ちょっと今回、まあ、裏技というか、まあ、うどん寄りな感じだったので。まあ、見た目は、まあ、トッピングはラーメンだからラーメンに見えるんですけどね。まあ、美味しいんですけど、やっぱりうどんに引っ張られすぎて、ラーメンになってないって言われちゃったら、ラーメンじゃないような気がするので、次はど真ん中の油そばみたいな油そばを作ってみたいと思います。以上です。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それとメインチャンネルウォッチメン TV の方もよろしくお願いします。それではまた。